皆さん、フリーディアです。元気ですか？今日はですね、よく聞かれるオンラインショッピングとか買い物するとこはどこですかっていうことをよく聞かれるんだけど、実はロスでいろんな可愛いブティックがあったりするんだけど、でも実際買い物するときはオンラインで買うことが最近多いですね。しかもベイビーがいるとなかなか可愛いおしゃれなブティックでゆっくり見れることがないので、今日は私の好きなオンラインショップを紹介したいと思います。まず一つ目、よく着てるブランドがあります。それはザラです。で、そうだね、ザラはまあハイファッションではないし、ハイファッション真似したりする時もあるんだけど、でもそんなにファストファッションっていう感じもしない時もあって、なんかザラのウェブサイトとっても見やすくて、しかもセールの時、こっちのセールの時はお店に入るとブワーってなんか物がすごいいっぱいあって、探す力もないし、ね、なんかいっぱいたくさんありすぎると逆に何が必要とかもわからなくなったりするので、だからなんかザラのオンラインのセールコーナーとかを見たりするのも好きだし、セールになると本当になんか 50-70% オフになったりする、こっちはね、するから、なんかすごくお得だし、あとザラキッズ、ベイビーの洋服もとっても可愛いものが多くて、この前のセールで、スナップチャットフォローしてるんだったら、この前のセールで私いくつか自分のベイビーのために買ったので、そうだね、だから多分一番よく見てるのがザラですね。もう電話のアプリもザラのアプリもあります。はい、続いてはですね、 ASOS、 これはイギリスのオンラインショップなんだけど、結構私はもう何年前、5、6年前から買い物をするようになって、でも実はその前に私が洋服のブランドをしてる時に ASOS が買ってくれたりしてたので、だからその時からしてるんだけど、ちゃんと買い物してるのがこの5、6年前で、 ASOS は必ず新しいものがもうほとんど毎週毎週出てきたりしてるし、まあオリジナルもあったり、あとセレクトしてるものもあったりするので、もういつ行ってもなんか新しいものがあるから面白いし、あと ASOS の電話のアプリとかも大好きで、なんかミニマガジンみたいな感じでなんかフリップしたりすることもできるし、記事読むこともできるし、あとそこで買い物もできたりするので、すごく見やすくて私はよく見ますね。あと ASOS でおすすめなのがマタニティウェアです。だからもし妊娠してる方だったら、ASOS だったらおしゃれで可愛いものがいくつかあります。なんかそんな大量にはないんだけど、でもそこでいくつかのワンピース買ったり、ASOS のマタニティデニムとかなんかいっぱいあって、しかもお手頃だからよく見たりしてましたね。だから妊娠してる方だったらぜひチェックしてください。しかも多分日本まで発送すると思うので、ザラもね、日本にあったりするから、はい、おすすめです。次はですね、最近日本版のオンラインショップがオープンしたショップボップですね。で、ショップボップはずっと前から、もうブランド始めた時にショップボップには絶対入れたいよねっていう話は必ずしてたような思い出があって、実はこれもショップボップで買ったんですけど、で、好きな理由は毎回ルックブックがアップするんだけど、もう本当になんかハイエンドな雑誌のような綺麗な写真で、コーディネートの仕方もあったりするし、もうそこでも買い物することもできるし、なんかエディターズピック、編集の方がピックするものとか、なんかおしゃれってハイエンドなんだけど、そこまでハイエンドじゃない、その間でなんか好きなブランドがいっぱい集まってる感じがして、で、
いつもそのルックブックはチェックしてます。買い物しない時でもそのルックブックをチェックします。なんかインスピレーションがあってよく見たりするんだけど、でね、最近それが日本でオープンしたからなんか嬉しくてブログにも書いて、でまた最近なんかショップボップで買い物をするようになってきてるんだけど、ショップボップのセールも悪くないので、はい。で、あと全般全部売ってる、アクセサリー、靴、カバン、デニム、もう何でも、あとLA のローカルなブランドもあったりするし、あとすごく有名なブランドもあったりするので、いつもチェックしてますね。さっき、言ってたように、これもショップボップオーガストっていうブランドなんだけど、本当は長袖なんだけど、ここにゴムが入ってるのでこうやって上に上げて、ちょっと七分袖そんな感じに今着てます。あと母乳も上げられるように、これが結構ディープに開けられるから、はい、最近お気に入りのワンピースです。アーバンアウトフィッター、こっちにはたくさんアーバンアウトフィッターがあるんですけど、オンラインショップの方が見やすいしかも今アーバンアウトフィッターに行くと全部のトップスがこんなにちっちゃくて、もう本当に若者向けっていう風に見えるんだけど、オンラインに行くとなんか気軽になんかいろんなものが見れて、私アーバンで好きなのが下着とあとワンピース、かわいいワンピースが$30-$40ぐらいから $60-$70ぐらいで買えたりするので、で、うん、いつもアーバンはチェックしてますね。あとアーバンも最近ビューティーセレクションも増えたので、それもチェックするのが楽しいし、あと家具が意外と可愛いんです。なんかフリーピープルも家具あって、同じ会社なんだけど、フリーピープルの家具は高くて、その上にアンスロポロジーの家具ももっと高くて、でもなんかアーバンはまあ学生用、学生でも大学生とかそれよりちょっと上で、可愛いものがいっぱい集まったりしてるので、それも見たりするのが好きですね。うん、アーバンアウトフィッターはよく行きますし見ます。旦那さんもアーバンアウトフィッターが多分ナンバーワンだと思います。そして最後なのがエッチーです。エッチーはもうハンドメイドなものが多くて、でも最近そのハンドメイドの出来がもうプロ、もう普通のブランドみたいな感じになってきてるので、そこでオリジナルの T シャツとか、あとヴィンテージものもあったりするので、そういうのを見たりするの好きだし、あとやっぱり家具とか枕ケースとか洋服はチェックするんだけど、でも必ずエッチでチェックするのが文房具ですね。ノートとか、あと可愛いなんかペーパーグッズ、シールとか和紙テープとか、あとベイビーが起きちゃったー、30分しか寝てない。 Say hi。 おはようございます今こっちは朝の10時です。で、エッチー、そうだね、だから文房具とかも必ずチェックしてます。で、だいたい最近はこの5つのオンラインショップはチェックしたり、まあ他にはちょろちょろっと見たりするんだけど、でもこのトップ5が、うん、いつもチェックしてるかもしれない。日本だと皆さんはどこのオンラインショップはチェックしてますか？アメリカにも発送しますか？多分私が今日言ったオンラインショップ全部日本まで発送すると思うんだけど、まあエッチはね、ちょっと値段が高かったりするので、私も自分のエッチサイトもあって、そこにカードをアップしたりしてますし、新しいカードも今日オーダーしたので、もうすぐ近いうちにアップするので、もしよかったらそちらもチェックしてください。でも発送料が なぜかわかんないけど、エッチは日本までとかイギリスまでフランスまでの発送料がすごく高くて、それをどうにかしたいんだけど、もうちょっと調べてみます。皆さんが買い物をしてるオンラインショップのリンクとか名前を下の方に貼っといてください。でも日本はさ、もう街に出ればいろんなとこで買い物するもんね、できるもんね。こっちは車がないと一個一個の店が離れたりしてるし、最後によく
買い物するオンラインショップはターゲット、なんかアメリカのデパートで安くてたまに可愛いものがあったりするので、そこでよくチェックしてます。ということで、皆さん楽しみましたか？もしよかったらいいねボタンを押してください。登録してない方は登録してね。それではまた近いうちにビデオアップします。バーイ。リハイバーイ。今リップグロスで目線を見て見てバーイ。ちょっと前にツイッターでなんで芸能界を辞めたか、聞きたいか聞きたくないかっていうポールをやったら、教えてほしいっていうコメントが多かったので、そのビデオを作りたいと